イツ語で心、ハートを意味しており、そのバンドネームに基づいた活動を目指しています。ただいまお送りいたしました曲は20世紀フォークスファンファーレです。本日は3年生が引退し、1年生、2年生初めての校外本番になります。一生懸命演奏させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、次にお送りいたします曲は銀河鉄道39です。今でも数々の有名なアーティストがカバーをしており、世代ではない私たちでも知っている人の多い名曲です。そんな銀河鉄道39の世界観を今回はアルトサックスのソロをメインにお送りいたします。それでは楽しんでお聴きください。どうぞ。皆さんもぜひ覚えてみてください。さらにトランペットパートの2年
生内藤くんが歌ってくれます。それでは東京五輪音です。どうぞ。Thank you.
Thank you.
美空ひばりメドレーはいかがでしたか？美空ひばりさんの数々の曲は人々の心をつかみ、今もなおたくさんの人に愛されていますよね。さて次に参りましょう。続けてお送りいたしますのは、今年流行ったあの曲やおなじみのあの曲を個性豊かなヘルツ部員によるダンスとともにお送りいたします。まず1曲目にお送りいたしますのは、嵐の愛を叫べです。嵐といえば今年活動休止することを発表し、世間を騒がせていますよね。そんな嵐ですが、その人気ぶりはなんとファンクラブの会員数は280万人超え、紅白には10回もの出演、7回連続の5大ドームツアー、海外でのライブ公演など、日本が誇るアイドルグループなのはもちろん、ラブソースイート、嵐、ハピネスなど数えきれないほどのヒット曲を出しています。本日演奏する愛を叫べもオリコン1位を獲得した大人気曲の一つです。今日は普段女子の手玉に転がされているヘルツの陰キャラ男子部員5人が自分の殻を破って嵐として踊ってくれます。それでは登場してもらいましょう。ヘルツの嵐さんです。拍手。それでは行きましょう。愛を叫べです。どうぞ。してもらいます。せーの、ちびまる子さん。
それでは4人の息ぴったりなダンスをお楽しみください。どうぞ。次にお送りいたします曲は米津玄師さんが作曲したことで有名な曲「パプリカ」です。男子部員のかわいいダンスとヘルツの仲良し2人組のデュエットに注目してご覧ください。それではどうぞ。
さて、次にお送りいたします曲は西城秀樹さんのヤングマンです。ヤングマンといえば YMCA の振りでおなじみですよね。今日は皆さんも一緒に踊ってみましょう。座ってても立っててもいいので私たちの真似をしてみてください。Thank you.
ヘルツ部員による歌とダンスをお楽しみいただけましたでしょうか。準備に時間がかかりますので、2年生の松本くんにインタビューをしたいと思います。お願いします。ではまずは自己紹介をお願いします。2年サックスパートの部長の松本颯太です。よろしくお願いします。ではまず初めの質問なんですけど、この8期生の代の目標を教えてください。8期生は作者長剣という四字熟語を目標に日々練習しています。作者長剣とは、さまざまな困難を乗り越え遠路を行くことを指します。僕たちはこの目標を目指して日々練習しています。それでは次の質問なんですけど、今回の曲で一番思い入れのある曲は何ですか。2曲目に演奏した銀河鉄道です。この曲は僕がソロを吹かせていただいたんですけど、練習の時から後醍醐さんの曲を何度も聴いて、より原曲に忠実にできるように何度も聴いて練習しました。ありがとうございます。では最後に今日来てくださった皆様に一言お願いします。今日はヘルツのコンサートに来ていただきありがとうございました。残り数少ない曲となりますが、最後までお楽しみください。ありがとうございました。2年生の松本くんにインタビューしてみました。ありがとうございました。では準備ができたようなので、次の曲に行きたいと思います。次にお送りいたします曲はディープパープルメドレーです。伝説のロックバンドディープパープルの曲がその名の通りメドレーになっています。ロックはあまり聞いたことがないという人もノリノリになれるメドレーです。曲名やバンド名に聞き覚えがなくても、曲は耳にしたことがあると思うので、ぜひノリノリでお楽しみください。それではディープパープルメドレーです。どうぞ。Thank you.
後にお送りいたします曲はヘルツのお箱、アニーよりトゥモロー、ゲットイットオン、黒い炎です。私たちは楽器の演奏だけでなく歌にも力を入れて取り組んでいます。そんな私たちの歌声をぜひお楽しみください。代々受け継いできたこの2曲を今までの演奏を締めくくる最後の2曲として皆さんにお届けしたいと思います。本日は最後までお聴きいただきありがとうございました。それでは2曲続けてどうぞ。